はい、ちくわでーす。ちょっとね、しばらく風邪をひいてまして、声がね、全く出なくてお休みをしていましたけれども、なんとかね、回復してきましたんで、本日より再開したいと思います。いろいろとね、お気遣いいただきまして、本当にね、ありがとうございました。ということで、今回はね、Second World New Era というゲームをご紹介します。こちらのゲームは、イミュータブルやポリゴンと提携をしている Web3 モバイルゲームスタジオであるセカンドワールドからのゲームとなっておりまして、無料でプレイ可能な戦略ゲームとなっております。で、ゲーム性としては、街をね、発展させていくストラテジー要素と、自軍にキャラクターを配置して、敵のね、タワーを破壊する大人気スマホゲームであるクラッシュロワイヤルのようなね、ゲームを組み合わせたような感じになってまして、プレイヤーは様々なね、街を発展させながらバトルに参加をしまして、軍隊を強化していくといった感じのゲームになっていまして、高いね、ランクに到達することで特別な報酬を獲得するといったことができるようです。で、こちらのゲームはね、すでにリリース済みとなってまして、iPhone と Android のね、どちらでもプレイできますので、早速プレイしていきたいと思います。はい、こちらがね、実際のプレイ画面になってまして、Welcome to Second World New Era ということで、こちらで、じゃあタップしていきます。You must be これわかんないので、まあ、適当に、進めまして、で、まずはビルド、何かを作りなさいよと。レジデンティアル。こちらの自分の家かな。家を作りなさいよと。はい、作りました。で、これは時間で、作れるんですけども、これで、速攻で終わらせられるのかな。じゃあこちらでタップ。で、終わりましたよと。こうタップして、これのレベル、ネクサスというところのレベルを上げるのかな。で、アップグレード。これも、このクリスタルを消費して、すぐに終わらせると。はい。で、レベルが上がりましたんで、なんかね、ゴールドとなんかポーションのようなものをもらいました。で、またビルドで作りなさいよと。今度は、ミリターで、ミリタリーバラックというものを作りなさいよと。で、こちらも作りました。で、アニマルバラックスというものも作れと。このバラックスってのはこれ何に使うんですかね。で、次は、ここをタップして、This is a troops menu.Here you can see the troops you have unlocked. あ、こんな感じの中ね、コンドルっぽいやつをね、自分の編成に加えました。で、まあ、適当にどんどんこの辺をまずは配置していくのかな。どんどん配置していって。で、これ結構いろんなキャラクターがいるんですね。で、これで OK。全員これで配置したら、これでバッテンをして。で、今度はバトルに行きなさいよと。で、これで GO。さあ、そうすると、バトルアリーナという場所にやってきまして、まあ、相手のタレットを全部破壊しなさいよということですね。まあ、多分ね、真ん中のタレットをね、壊せば OK という感じだと思います。じゃあ、まずね、このコストを使って、このじゃあキャラクターをね、じゃあこの辺にパチッと配置をしますと、こう進んでくれると。で、このドラゴンもじゃあ配置すると。で、こんな感じでね、コストを使いながらガンガンね、配置していきます。あとも適当にガンガンいけ。さあ、そんな困難してる間にどんどんね、この右の方のね、タワーを破壊してくれますので、でコストを貯めながら反対からも敵来たんで、ここで抑えると。で、こっちの方からも侵入する。いけ！一気に攻撃しろ。お、これで真ん中倒したかな？よし、これで真ん中を倒したのもこれで終わりですね。これで私の勝利です。で、またビルドをしなさいよと。で、今度は、ディコレイティブ。全然これ何言ってかわかんないけど。じゃあ、今度これを作りなさいと。これもフィニッシュ。はい、で、まあ、これでとりあえず、チュートリアルは終わった感じかな。なんかね、周りの方見てもらいますとね、なんかこう、看板があったりですとか、こんな感じで街が広がっていますね。で、あとはね、左の方にトロフィーがありまして、これでね、自分のランクが確認できましたり、そのね、このトロフィーの下の方にね、いろんなミッションがありまして、まあ、ただね、こちらのミッションまだカミングスーンですね。コレクションとかセッティングとか、ね、プロフィールとかがあります。まあ、ただまだいろんな機能がまだカミングスーンとなっていますね。で、なんかね、この上のマークがあるやつはおそらくね、もうレベルが上げられるので、これはガンガンレベルを上げていくと。で、他にも何かビルドができそうなものがあればいいんですが、お、このハウスはまだ作れるんだ。じゃ、このハウスも作る。ただこのハウスが一体何の役目をするのかよく分かってませんが、これはあれかな ?1 分ごとにこの50のこのゴールドを作ってくれるという感じのやつかな、これ。まあ、なのでね、これいっぱいあった方が良さそうですね。まだいっぱい作れそうなので、まあ、これガンガン作っていこうか、じゃあ。ガン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 。お金がある限り、あ、なくなっちゃった。はい、こんな感じでめっちゃ作りました。で、これでどんどんね、お金を作ってくれるという感じっぽいですね。で、作られたやつは、これをタップすればこんな感じで回収するという感じか。で、こんな感じでどんどんゴールドを集めていって、このね、左下の方のバトルのね、横の方の、このね、四角いマーク、こちらをね、タップしますと、こんな感じでね、自分のキャラクターが見れますので、で、このキャラクターは、このなんかポーションみたいなやつ、こちらを使うと、このね、キャラクターがアップグレードできるという感じみたいですね。でね、新しいキャラクターをアンロックしたければ、なんかね、レベルとかも必要なのか。レベルと、あとはこのポーションを使って、どんどんね、いろんなキャラクターを解放していくと。めっちゃいるな、このキャラクター。ほら。めちゃめちゃいる。でね、自分の好みのね、編成を作り上げていくという感じですね。で、じゃあまあ、あとはね、どんどんまた戦闘に挑んでいくと。で、これでね、今マッチングしてますので、今度はね、他のプレイと対戦するのかな？お、結構マッチングは早いですね。すぐにマッチングされました。さあ、これでもバトルが始まりまして、じゃあまずは、この辺から配置していくと。こっちとこっち。ここにも配置して、いけ！やばい、めっちゃ来た、めっちゃ来た。やばいやばいやばい、めっちゃ攻められてるぞ。とりあえずガンガン配置する。とりあえずガンガン配置して。まずは防御する。やばい、こいつは強いな、ちょっと。やばいぞ。結構攻められてる。ちょっともうやられるの覚悟で一気に攻め込みます。こっちの方から一気に攻め込む。お、結構いい感じじゃない？いけいけいけ。ガンガン攻めろ、ガンガン攻めろ。めちゃめちゃいい勝負してる。パッパパッパ起きたんですが、ちょっと若干これ反応が悪いですね。ものすごい攻防です。さあ、いけるか。やばい、3、2、1。さあ、終わってしまいました。敵陣をね、倒せずに終わってしまいましたけども、あ、敵のタワーをね、1体倒したんで、私の勝利という感じか。では、こんな感じでね、自分のレベルも上げていくという感じですね。また時間で、こういうね、ゴールドとか、ポーションももらえるんで、どんどんこれを集めていくと。で、これもレベルを上げたりできるんですね。はい、ということでね、こう街をね、発展させていく、ストラテジーゲームの要素と、プレイヤー同士でね、戦ってバトルをする、戦略ゲームのね、要素が合わさったゲームになってまして、非常にね、面白いゲームでした。こちらのゲームはね、スマホからアメロでプレイできますので、ぜひね、お気軽に一度お試しください。はい、ということで今回の動画は以上になります。この動画がいいなと思っていただけましたら、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。